花尾吉郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾吉郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。金尾吉郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしく。ちょっと寒いね。寒くなりましたね、なんか急にね。ね、雨だし。雨、武蔵小杉がちょっと雨が降ってます。あ、そうなんだね、うん。雨降ってほしくないのよ。そうですよ、ここ 2,3 日は。でもね、大丈夫そう、うん、今日だけじゃないかな、雨は。あ、そうなの、うん、はいはい、大丈夫ですね。今日はね、実はその大和っていう場所があるんですけど、はいはい、皆さん、神奈川県ですね。そうですね、神奈川県大和市。そうですね、はい、そこでですね、今度は11月12日に、はい、私も参加させていただくんですが。そうですよ、大和音玉フェスティバル、はい、フェスというね、すごい大きなフェスティバルがあります。大和音玉フェス、はい、ね、ということで、これは11月12日日曜日、はい、明日、明後日、これ野外フェスですからね、はい、でかなり大々的に、すごいですよね、うん、やられるということでね、はいはい、今日はそこのね、主催者でもあります、はい、越後キューピーというね、はい、私たちもね、我々もお世話になってるライブハウスがありますけどもですね、はい、そこの、ね、オーナーでありますローリーさん、ご紹介しましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもす、イエーイ、ね、はい、ローリーさんと、それとアイさんですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう見るからにミュージシャンですかねえ、もうすごいよね、ハードロッカーね、よくプロレスラーって言われます、ね、いやいやいや、違います。そんなことではない、しょっちゅう間違えない。でもね、お店ほらね、うん、朝までやってらしたから、うん、ほとんど寝ずに来ていただいたんですけど。そうそう、僕はね、ちょっと今日無理に ね申しましてですね。そうそう、私たちが宣伝するよりもやっぱりね、そう、主催者の方がね、うん、また違いますからね、うん、そうだからね、これはね、その、うん、音玉フェスっていうね、はい、このイベントをそのやろうと思ったのはもうずいぶん前からだと思うんですけども、はいはい、まあ、いろんなこのご苦労があったと思うんですよね。そこら辺のお話をね、ちょっといろいろお聞きしたいなと、ね、そうですよね、すっごいから。何組出るんですかね。今のところ30組ですね。30組ですよ、はい、会場が2つ、2つですよね。あ、そのミュージシャンが ね、そうですね、はいはい、15みたいな感じで、半分ずつみたいな感じで、はいはい、この場所っていうのはまずその大和の引地台公園っていう場所ですよね、はい、でここはあれですか、今までどういうことでなんかその活用してたというか。もともとは大きい公園 で、うん、僕も実際地元じゃないっていうのもあって、その地元の方に聞いたところ、はいはい、そのもともと巨人軍のキャンプ地だった、ドラマの撮影地だったとか、そうなんですね、後で知ったことがいっぱいあるんですけど、結構有名な公園やったらしく、でそこでね、何かできたら面白いかなっていうか、立地条件いいんで、で、まあ、目つけちゃったみたいな感じですね。まあ、許可取るのも結構大変でした。許可取るのは実際大変は大変でしたね、うん、まずそういうことをやったことがないって話なんで、あ、初めて、その周りで、そうなんですよ、ないんですって全部、でそれをね、どうにかできないかと、まあ、話しに行って、うん、そっからまあいろいろ手続きだのどうのこのよくね、はいはいはい、あるパターンにはまっていきましたけど、はい、なるほどね、そんな広いところはもう野放し状態だったんだ。じゃもったいなかったですね。誰もね、もったいないね。その球場ってことは相当広いですもんね。一応3万人入る球場なんで、かなりいい感じなと思って、中も見せてもらったんですけど、むちゃくちゃ綺麗で、へー、
なんかここを借りれたら最高だなと、うん、いきなりこんななりした2人が突っ込んでたんでそりゃ役所の人はパニック起こしますよね。やっぱり借りれたと思って何が来たんだって本当に。いやだってほとんどだって日本人じゃないもんね。そうあのね、日本語喋れますかみたいな。いやそうです。日本語大丈夫ですかみたいな世界ですもんね。でも、なんだろう、あのいろんなね、あの話を今日ちょっと聞きたいんですけど、まずそのもう間近になりましたよね。12日になっちゃって、そうですね、実はそのもうちょっと早くからね、僕の方もいろいろあのできることを宣伝したりとかしたかったんだけど、もうギリギリになりましたが、まず、まあ、そのミュージシャンが、まあ、30組ぐらいで、そうです。完全にあのバンド編成、その弾き語り、はい、なるほど、あの演歌歌手からもういろいろ。そうなんですね。これ2つステージがあるんですよね。はい。何ステージがあるんですか。一つが、はい、吉田野外音楽堂っていう、はいはいはい、まああの円形の、はい、円形のこういうちょっとこう、ありますね、よくね、はいはいはい、ある感じで、まるで一瞬ステージ見たら、はい、テルマエロマエっていうよう、ね、な、ああいうちょっとローマ調の、そうですね、うん、そういうふうになってそういう感じの貝殻半分でパカーンみたいになってるような神殿っぽいような、そうなんですよ。ものすごい球場ですねそれね。でもう一つの方が令和広場だっけ、うんうん、って言って、あそこにトラックの運送会社の人がもう思いっきり力貸してくれまして、うん、へで10トントラックを2台持ってきてもらって、そうなんですか。その1台を完全にステージ代わりで、もう1台をまあね、いろいろ更衣室とかにもさせていただけるっていう、トラックステージもう完全に2台ドドンと来てもらえるんで、ちょっと迫力あるかなって感じですね。なるほどね。うわーっと、そうですよね。横からパカーンって開くやつなんで、私も一回ね、トラックの上で歌ったことある。どれもある結構揺れる。いや、ね、揺れますよね。ガタンがないですよね。あるある、ありますありますよ。俺ね、まだデビューする前に、うん、九州いた時にある村でね、そういう毎年音楽祭みたいなのやってて、はいはい、でそれがやっぱトラックの荷台で歌う感じだったんですよ、はい、でそこがねすごく随分前からそれやってたのね。あ、そうですね、ちょうどねダウンタウンがゲストの時、うん、なんか俺全然やったことあるもん。うん、ダウンタウン、うん、そうそう、だからその時新井さんと会ってんだよ。あ、ダウンタウンブギウギバンドね。そうそうそう、あ、お笑いの今マッチャンハマちゃんの方じゃないですよ。一瞬違います。俺たちがダウンタウンってお笑いじゃないんだよ。ブギウギバンドに来ましたね。失礼しました。そうですよね、そりゃそうだ。そう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 、はいはいはい、だから宇崎さんとかと、俺その時会ったんだもん。で熊本だったから、そういう場所が、うんうん、馬刺しかなんか食べて、でみんなそこ寝泊まりしてでトラックでやるみたいなところがあったら、それで青年団の人がこういろいろやっててね。ただそれもその要するに募って借りたりするのも大変ですよね。そうですね、そうですね、ね、そう、たまたまのうちのバンドメンバーが演奏屋さんに勤めてまして、その方が専務さんにお話ししていただいて、うん、そしたら、あ、いいよって出すからっていう、すごいノリノリで言ってくれて、すごいすごい。だからそういう人たちのやっぱりあれがあるし、あなたたちの人徳が、でも本当ご協力ないとできない、うん、そりゃそうですよね、この大きなイベントはね、もう言うだけでねチーンってなることが結構あるもう言い散らかすのは得意なんで、あっちこっち、そうなんですよ、言い散らかすの得意なんで、言い散らかすの大事ですよ。そうなんです、言ってみるもんだなって、そうですよ、思ってます。だからね、そういうことでもいろいろあると思うんだけども、うん、そういうことが一番大事なことでね。で僕はこう歌わせてもらったりするんだけども、 そのミュージシャンはただもうその時間歌えばいいわけじゃない、うん、だからそれよりもやっぱその全体をまとめていくっていうね、うん、部分がものすごく大変なことだと思うんだよね。ですよね。でそこら辺をね今日じっくりねお聞きしたいなとか思ってね。そう、これ入場無料ですよね。無料です、はい、もちろんね。で野外音楽イベント開催決定、このキッチンカー、
屋台、キッチンカー屋台とかフリーマーケットもあり、そうなんですよ、フリーマーケット、キッチンカーが27台で、すごく集まっちゃってでびっくりしたのが結構かぶるじゃないですか、そうなんです、簡単に言ったら焼きそば屋さんがあったら、向かいに向く焼きそば屋さんがあったりとかあるんですけど、かぶりがないっていう、ちょっとびっくりしちゃって、これは楽しみ、偶然、本当に偶然ですよ、募集かけて集まってくれたのが重ならなかったって、それすごい、そうなんだね、とかちょっとびっくりして、その音楽ももちろんなんですけど、その、食べる方が好きとかね、やっぱ言い張る人たちから言うたら、いろんな意味で、それだけでも楽しいかな、楽しみ、ね、なんかすごいんですよ、ジャマイカ料理から、ソーキそば、沖縄そばって、はいはい、で、あとはケバブ、ケバブね、ケバブと、あとなんだっけ、すごい出るんだよね、いろんな種類、覚えきってないね、いろいろ全然覚えてない、すごいね、でもいや、お客さん楽しいよね、そうですね、お客さんはすごく、子供とかもだいぶ可愛らしいたい焼きとかもあるんで、あ、そう、すごい可愛らしいたい焼きがあって、もう言いたいけど、あえてこう、ね、言わない方がいいと、そんな言いそうだった、言ったらダメなんで、来てから楽しみだからね、これでも朝9時からですよね、そうですね、もうキッチンカーはもう9時からスタートで4時までになっちゃいますけど、だいたいその公演をその抑えるのが4時ぐらいまで、もう4時撤収みたいな感じで、4時で5時でもう終了みたいな感じですね、なるほど、もうだって夕方になっちゃうからね、ちょうど暗くなるしね、そう、もう暗くなるんですよね、そうですね、だから音楽スタートが10時ぐらいだ、10時スタート、10時スタートで4時までね、そうですね、なるほどね、これはね楽しい、11月12日ですよ皆様、はい、日曜日でしょう、今週日曜日、今週の日曜日、神奈川県大和市大和引地台公園という、ね、これは駅はどこで降りれば近いのかな、電車で行く場合は、まあ、最寄りは分かりやすいね、やっぱり大和駅ですね、大和駅、大和駅徒歩、徒歩15分ぐらいになっちゃうんですかね、ただ一本道なんで、すごく分かりやすいです、じゃあもう散歩がてらね、大和と鶴間、鶴間はお店があるところですよね、そうですね、はい、その隣の駅ですね、もう一個、あ、その先っていう、そうです、江ノ島寄りって言ったらあれですよね、なるほどね、ちょうどあれなんですよ、大和駅と桜ヶ丘駅の間ぐらいになるんですよ、だから桜ヶ丘からもこう裏から来れる感じなんですけど、ちょっとあの駅から歩くと道が難しいんで、大和からの方がいいと思います、あ、なるほどね、引地台公園って言えば大体皆さんね教えてくれるでしょう、ぜひね、これは ね、あの楽しみですよね、そうここで、要するに、お店自体は鶴間の駅の前の方あったり、越後野球場さんが ね、お店の宣伝もこの際、それ、まあ、お店始められて何年ぐらいになるんですか、今年14年目で、たまたまなんですけど、今日が、僕もちょっと忘れてて、今日周年だったんですよ、お店のイエーイほんまこれたまたまで忘れてた、完全に忘れてて、あらまあと思って、これ運命の日だ、今日うちのおかんに言われましてそうなんだ、本当に、ほんでおってなって、これはタイミングいいな、いいねなんか周年記念とかやられるの毎年ね、結構T シャツとかを勝手に作って、みんなプレゼントしてたんですけど、今年間に合わない、そうですね、こっちもあっちもね、それでね、料理がまたうまいのよ、安くて、それでほら、一回私テレビで見たので、テレビからが出た、テレビの、テレビもう来ましたよ、何回か出させてもらいました ね、あ、そうなんだ、そうですね、テレビとか出ると、あれなんじゃない、お客さん来てくれるけど、普通の常連さんが減ったりしない、いや、なんかね、面白いことで両方増える状態なんで、あ、そうなんだ、すごい、そうか、そう、結構ね、そういうことあるのよ、テレビ出て、ね、そう、忙しくなって、だから常連さんが行けにくくなっちゃったりなんかして、だから僕の知り合いの立ち飲み屋とかって、いや、立ち飲み屋なんだけど取材しないのよ、テレビの、だから常連さんいな、来なくなっちゃうから、あ、そういうのずっと固くなりね、もう横浜で40年近くやってるとこなんだけど、すごいですね、そう、だからその親父はね、それしちゃったら、その時はバッとお客さん来るかもしれないけど、ね、なんかずっと今まで、ね、来てた人が入りづらくなるんだって、
あ、それでもあるかもしれないですね。ちょっと遠慮したりはあるみたい。ね、ただ結構そのうちも撮ってもらった時、急にね電話いただいて、はいはいはい、でうちのスタッフさんが撮って、うん、ランチ今から行けますかって言うから普通のお客さんやと思って、うんうん、ほんで入ってなるじゃないですか、うんうん、ほんで あと15分ぐらいで伺いますって言うから、うん、ほんで待っとって、うん、来たらいきなりカメラ突撃みたいな、何ですかこれみたいな、すごいびっくりすることがあって、それででもやっぱりその評判がね、そういうランチメニューがこの豪華で、うん、安くて美味しいっていうね、安いよね、そう、それがねすごいまず印象に残って、うん、あとライブハウスがね、ね、素敵なね、いろんなジャンルのライブやられてるんで ね、ハードロックもあればね、いろいろ演歌みたいな、うん、風あります、ね、ね、うん、私最初にお邪魔した時にライブハウスって大体ほら決まってる感じじゃない、イメージが、うんうん、行った時に板前さんみたいな方がお刺身をそういうの出してて、うちのおばちゃんでございます、ライブハウスで刺身が出るって初めてだと思って、そのすごい料理 の種類と あと美味しい、ね、焼き豚じゃなくてそのそトロトロ角煮めちゃくちゃ美味しかった、うん、ね、すごい、しばらく行ってませんね。そう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 、ね、僕らもね、うん、後で言いますが、あれがあったね、また今度ライブね、やらせていただき、うん、うん、コロナもあるし、俺ほらちょっとまあね、ステージ4のガンだったからね、ガンだったって今もフォーフォー言ってんだから嘘みたいないやでもね、まあちょっと今調子が出てきましたから ね、そろそろ良くなったね、良くなりました、やっていこうかな、もう大丈夫ですよ、ちょっとね、これ曲聞きましょうか、うん、じゃあ僭越ながら私の僭越ながら何ご謙遜、久しぶりにね、聞きましょう、ハングリーアングリー、はい、夜になるジャスメイキン、俺の心揺らす澄ましがおぬぐるのピン、街中にひしめき合う Nice to meet you、 幅を聞かせ歩く、お前はいつだって Easy、 いつだって夜になると Just making、 さすがばばらまいて、お前はいつだって Lucky、 いつだって溢れ出した Money Money、 心が乾く街、俺はいつだって Hungry、 いつだって
はい、ということで、カナオヨシロハングリーアングリー久しぶりに聞きましたね。そうですね、久しぶりです、ね、これバンドでやらないのね。バンドであんまやんないね。やった方がいいと思う、うん、ちょっとだから、アレンジもちょっと変えてやってみようかなとは思いますね。ね、これフルボディっていうアルバムの中に入ってますが、はいはい、もうね、CD がなくなりました。それ早く作んなきゃいけないんだけど私も持ってますなんかね、あ、本当ですか、ありがとうございます、ということでね、今日はね、ローリーさんとアイさんをねお迎えしてますが、はい、俺この二人はねてっきり夫婦だと思ってたのよ。あ、違うんですか。違ってたみたいな、びっくりしちゃった俺。違うんで、他人の関係兄弟です。嘘つきました、ね、でも二人ともなんかハーフっていうかね、日本人離れ。そうなんですよね。ね、アイさんとは違う。私は日本人です。本当ですか、はい、多分どっかにもしかしたら混ざってるかもしれないですけど。嘘、本当に。アイちゃんは完全な日本人ですよ。あ、そうなの。山形と神奈川の方です山形と神奈川、ちょっと山形の方の血筋が混ざってる可能性があります。おじいちゃんがチャックベリーそっくりです。そうなの。じゃあ絶対入ってる。うちのおじいさんはね、マディウォーターそっくりなんです。うちのおじいちゃんゆるぶりなそっくりです。すごいキリッとしたおじいちゃん。キリッとキリッとするってね。本当に。でもローリーさんはほら、このいでたちからもともと沖縄なんですか。沖縄っていうか、僕旅先でポツンと生まれました父親。ほんで親父がアメリカで、はい、でうちの母親が鹿児島で、うんうん、ああそうなんだ。それでなんかうちで出す料理って、まあ手料理のあれなんですけど、鹿児島料理みたいな感じの、なんかああいう味付けになるんですよね。ああそうなんだ。鹿児島の味付け。そうですね、ママさんがそうだもんね、完全に。ああそうなんですか、うん、カノヤって言ってましたね。言ってたんですけど、これまた僕全然行ったことないんですよね。カノヤ全然行ったことなくて、子供の頃にちょこっと行ったぐらいで、うん、で牛に笹あげたぐらいの記憶しかないです。ああ、牛、うん、牛にタケノコの皮あげたって。ああ、ママさん言ってるもんね、猟犬がいっぱいお家にいたり、めちゃくちゃ犬いて、すごい広い家だったって。イノシシ売ってるって言ってる、なんか家に行くみたいなね。なんかでっかいのいっぱいおった記憶しかないんですけど、そこで終わってます。で、お父さんはミュージシャンなんだもんね。そうですね、なんかいろいろやってたみたいですね。サックスじゃなくて、もともとうちの親父がまあボーカルやってトロンボーン吹いてた、ね、うん、ジャズ系で。ジャズっていうかソウルでしたね。あ、そう、完全に、うん、ソウルファンクのやつを全部やって、ほんで都内のディスコとか、うん、あの辺でその70年代、うん、アース・インド・ファイヤーみたいな感じで、はいはいはい、うん、やって無限とかあったよね、赤坂が。無限となんだっけ、六本木、うん、プラスワンでしたっけ、うん、はいはい、とか、あとああいうとこであの辺でやっとったっつって、写真は残ってるんですけど、これまた僕いない時なんでわかんないですよね。無限だったらカナオさんたちのちょっと前、同じぐらいですか。ちょっと先輩でしょ。だって今ハワイで歌ってるトミーとか無限で歌ってたんでしょ。歌ってたみたいな、うん、だから僕の先輩とかまだ博多に僕がいる頃に、うん、昭和ということを歌ってたんだけど、そのライブハウスが、うんうん、昔は喫茶、歌声喫茶みたいな風に言ってたんだけど、そこで食えないから、うん、ディスコとかで歌ってたのよ、うん、そういう時に先輩たちがよくね、すごい歌える先輩たちは赤坂の無限とか言ってたよね。そうなんだ。じゃあ多分つながり、そうそう、だからご存知の方がいるよね。もう2人ね、もう要するにブラック系の歌を歌う人が一人いて、うんうんうん、で要するに白人系の歌を歌う人ももう一人いたんだけど、 その人たちはね結構定期的に無限で歌ってたよね、うんうん、だからやっぱりうまい人じゃないとやっぱ出れないじゃない、うん、そうですよね、そういうね、うん、はい、そのお父さんもともと沖縄の。そうですね、完全沖縄ですね。それでだから先ほどちょっとお話してたんだけども、この間紫のチビさんとお会いして、クロコダイルで、はい、でまあたまたま僕紹介してくれた人がいて、その人はまあ沖縄に住んでたことがずっとあって、
そこら辺のつながりがあるみたいなことで紹介してもらって、はい、でちびさんも今度ラジオに来るよとか言ってくれて、ちびさんめっちゃ面白いですよね。いやだからそこら辺とお父さんとかつながってるのじゃん。だからつながってる可能性がかなり大で、本当だからちびさんの場合多分うちの親父の方が後輩になる、あと思うんですよね、多分。なるほどね。うん、それであのよく言うてるコンディショングリーンさんとか、はいはい、その紫さんとか、うん、そのあの辺をその親父が学生時代からちょっとね、うん、卒業したぐらいまではなんかずっと一緒にやっとったというかよく回ってたみたいなことを、ああそうなんだね。やっぱ同級生の人も言ってたんで。ああ。だからなんか何かしらつながりがバッチリあると思うんです。うん、なるほどね。すごいね。ねえ、なんかいろいろそういうのでね、今精力的にやってますね。ねえ、やってます。ライブをねえやられてるんでね。すごいパワーでしたよね。2時間ぐらいも叩いて歌いもうドラム叩いてもあんだけ歌ってあんだけ歌うっていうのはすごいね。73ぐらいだと思うんですよね。すごい2時間はすごい強烈だと思う。息も切れないよね。頑張んないと、うんね、息切れない。ステージ4とか言ってらんないよ。そうね、それはまた別ですから。別かもしれないけど、ね、うん、俺はちょっと久しぶりにね刺激を受けましたね、うん、やっぱあんな元気な人がいたらね、うん、大丈夫って感じで。友達申請したのよ、はい、俺フェイスブック友達に繋がってなかったから、はい、で実は45年前に俺博多で会ってる話とかしたわけ、はい、でちびさんあんまり覚えてないと思うんだけど博多のライブハウスで会ってて、うん、ほんでそういう話したらもうすぐ朝5時ぐらいに俺友達申請したら5時5分ぐらいにすぐ連絡があって早起きてたよろしくお願いします起きてたんです。早いか寝てたかどっちか起きてたのか。いやもう大体寝てたと思う。いやもうその年になると早いのよ。4時半ぐらいからもう起きてるもん。もうグッドモーニングが早すぎてみんな寝る時間じゃないって感じ、まあね、ということでね、今日はね大和の、はい、音玉フェスのね主催者で主催者ですね。そうですね、ロリーさんとね、アイさん、お見えになってますけども、お便りがいいでしょうか。はいはい、皆さんこんにちは。はい、曇り空の博多です。はい、博多、はい、博多のミキさんです。ミキさん、はい、週明けからなんと最高気温が一桁になるとも言われており、うん、やっぱりこの国の春と秋はなくなってしまうのかなって感じですね、うんうん、先週のお若いお二人なんか本当に空気が違いましたね。先週の誰、楽しかったです。先週は中島彩香ちゃんとみのりさんから、あ、みのりちゃんと彩香ね、もう20代の、はい、20代じゃ30代か、はい、まあ、そんな20代に見えます。うちの娘よりは見えます。若いから ね、親父さんが俺より下だからそうそうだいたいそうなるね。話にならないよね。そして今週はなかなか珍しいパターンですが、松尾隼人さんにローリー、はい、小倉愛さんのお二人ですね。あ、はい、よく調べてますね、うん、ようこそ、大和音玉フェスすごいイベントですね、うん、この間自分も19組、うん、20ステージ、うん、なんと転換を含めて1組15分という、うん、おそらく世界一タイトなフェスに行ってきました、うん、はいはいはい、本当にこういうイベントは時間管理ほか大変だと思いますが、うん、お客さんにとってこんなに贅沢でありがたいことはないわけで、うん、切に成功をお祈りしていますよ。はい、どうもありがとうね、いつもね、気合が見えるしそのことをたっぷりお話ししていただけたらと思う、お話をしていただけたらと思うので今回は短くこのあたりで終わります。はい、ありがとう。金さんも楽しんで楽しませてくださいね、はい、ありがとう、そうだ、これは伝えないといけません、うん、昨夜モロケンさんのライブに行ってきました。モロケン、あ、今博多ですかね。今博多、うん、行ってるんだね、はい、ありがとうね、ね、うん、そうやってね来てくれるっていうのもやっぱラジオつながりっていうのもあるし、うん、まあ、博多とかはね大体友達も僕も多いからね。そうですね、昨日からかな、うん、物件ももともと長崎だもんね。そうですね、すごかったですねって、優しさと強さ、うんうん、深さ、丁寧さ、ワイルドさを使いこなし、うん、表情を豊かに楽しませてもらいましたよ。はい、ありがとうございます。諸岡健二さんね今ツアー中ですね、ね、頑張ってほしいと思います。ね、ハスキーな声でロッド・スチュワートみたいな、うん、わかっこいいですね、ラブソングが。もともとそういう風なハードロック系の人ってアニメとか昔歌ってたよね、ガンダムの、でガンダムの歌ってて、モロケンもね、うんうん、ガンダムね、そうそうそう、そこら辺からなんか
まあ、不登校のね、子供たちのサポート校で一緒だったのね、諸岡健二君ともね、自由学園から、オードボーズ の、 あの中村義人君とか、はい、あの辺とあのつながりがあってね、そういうつながりもありますけどもですね、みんなそうやってこう、なんていうかな、ツアーとか回ってね、諸岡君もそんなめちゃくちゃ若いわけでもないけども、やっぱ一つのこう区切りとして、うん、ね、今頑張ってますよ、頑張ってね、新曲出したりね、そうそう、素晴らしい、ちょうど今一番いいんじゃないの、うん、北海道行ったり九州行ったりすごい頑張ってね、すごい、僕もね、たまに悩みがあったら相談行きますけどね悩みあるんですか。悩み多き年頃だもんな、いろんな悩み、腰が痛いとか、いや恋の悩みとかさ、恋の悩みいいよね、うん、じゃあもう一つ行きましょう、はい、いいですよ、ね、行きましょう、はい、これはね、江川さん、江川さん、岡山ね、はい、岡山、皆さんこんにちは、はい、朝から雨が降っていますが、うん、まだそれほど寒くないです、はい、加納さん帯状疱疹大丈夫ですか。あー、もう全然平気ですよ。大丈夫ですか、うん、ステージ4に比べたらもう全然平気です、まあね、それはそうですね、比べるとこが違うよ、違うし、ね、まあ、全然違う、ね、ただね、ちょっとなんだろう、抗がん剤をワンクールやったんで、はい、その抵抗力がちょっと落ちてる、だからやっぱりそれは気をつけなきゃいけないなと思いますよね、うん、でも、まあ、精神的には少し強くなりましたね、なんかね、うん、病気になって初めて気がつくこともあるじゃないですか、はい、だからやっぱ健康な時にやっぱり何でも普通にできることがね、できなくなったりするとやっぱりいろいろ考えるんで、いい勉強になりますよね、うん、はい、はい、ということでね、続きがね、ありましたよ、江川さん、岡山、江川さんね、はい、私も経験があります、うん、2人目長男出産後、うん、肋間神経痛になり同時に帯状疱疹、うん、肋骨周りだったので息をするのも痛くて痛くてたまりませんでした。あ、俺もそれだった、肋骨、うん、それでね、肋間神経痛、俺間違えて頸椎を痛めてるから、頸椎も悪いのよ、でも頸椎でも20年ぐらい悪いんだけど、そっから出てんのかなとか思ってさ、あ、場所がね、うん、場所が治るまで数ヶ月かかった記憶がありますだって、そんなにかかるんだ、そんなにかかるんだね、いやだからね、俺痛いのを頸椎のあれがあったから我慢する癖があるのよ、うん、我慢は、ね、それは良くないみたいね、え、あれ痛いもんなんすよ、痛いんだって、神経の上にこう、肋間神経痛は痛い、っていうか帯状疱疹は痛いよね、はい、痛いんです、本当に痛いですよね、運のいい人は2週間で治るけど、うん、って言って、だから運が悪いとずっと長引く、そうそうそう、長引くらしいね、だからいろんなところに出るから、うん、からあまり甘く見ない方がいい ね、 ね、いいんですよ、うん、いやだから20年前に俺かかってるから、そんなこともうかかんないと思ってたわけ、でも10年経ったらあれなんだってね、もう一回もうリセット、もう一回リセット、そのリセットいらない、チャージ、そうね、絶対チャージ、そのリセット、チャージされる、最高方針リセットみたいな、チャージやり直し、ありがとうございます、ね、本当よ、本当に痛いですよ、ギターを弾く右手どうか無理をされず大切にしてくださいね、はいはい、としみさんは今日はトンボのメガネですか、トンボのメガネこれです、100これ、これね、うん、この目のなんかね、トレーニングって買ったの、ダイソーで穴が開いてんの、そうそう、それで私これ全然読めないと思ったら読めますよ、読めるんだ、100均で、探してどんな見え方するのか試してみようと思います、うん、今日は大和音玉フェスのイベントのお話をたっぷり楽しみに聞かせていただきます、うん、素晴らしいフェスティバルですね、うん、近くなら絶対行きますが残念です、うん、岡山ですから ね、 からね、ちょっと遠いかな、まあ、車で4時間そうね、4時間もあれば来れますけどね、しゅんさんは今日から関西ツアー、どこでも菊田俊介君のファンの方ですね、はい、どこでも飛んでいける自由な身になりたいものです、はい、でもどこにいても音楽は近くにあって逃げない、うん、音楽は最高、良いですね、音楽魂最高、リクエストは何でもいいですが、はい、おじいちゃんの整骨院の待ち時間に聞いております、はい、書いています、はい、リアルタイムで聞けませんが、後ほど鈴木さんの YouTube を
楽しませていただきますね。これから急に寒くなりそうですので、金尾さん、としみさん、皆さん、ご自愛くださいね。うん、ほら、読めたでしょ。あ、本当ね。これ、老眼じゃなくて、これで読める。すごいですね。すごいですよね。100円ですよ、ダイソーで。目が、それよ、老眼が治ったし、いや、こういうの、見えるの。ね、ピン、なんていうっけね。ピンホール原理だ。ちっちゃいやつが見える。要するに、目を細めた状態に、うん、みんなほら、見えないとこう、細めるじゃないですか。うん、そうしなくても、この目がそれをしてくれる。一応さ、ダイソーにスポンサーになってくれるの。スポンサーになってくれればいいね。約束してから言おうよ、それ。ね、ほら。これを外すと全然見えないけど、ね、あの江川さん読めたでしょ。本当ね。ね、そうなんだ。優れもの。ああ、俺は老眼すごい。金さんもプレゼントしますよ。ああ、ね、100円だから。100円なの。100円。いろんなデザインあるのそれ。いや、デザインは別にね、この穴開いてるだけですからね。プツプツ穴開いてる。いいもし私全然知らなくて、なったらね、これ昔からあったんですってこういうの。ええー、知らなくて。そうなんですね。ねえ、かけてください。いやいや、でも、これでね、コンタクトレンズ入ってる。あ、そうなんですね。じゃあよく見えると思います。全然見えますね。見えますよ。見えますよ。かわいいよね、でもね。そうですね。そんなこんなで ね、お試しあれです。江川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもね。いつもね。じゃあ、加納さん、歌います、うん、眠そうな顔してますけど、大丈夫ですか。いやいや、今日はもう歌わなくてもいいんじゃないの。え、大丈夫よね。ギター持ってきて。うん、あれギターはないよ。あの曲聞きましょうか、一曲松下としみの、うん、代わりにね、デビュー曲聞こう。あ、いいですね。ね、うん、何年前これ。今から忘れた。ジプシー。Oh,
はい、ということでね、西田敏美、松下敏美ですけども、その当時は西田敏美でデビューしてました、はい、一応芸名がありました、バップレコードですね、はい、ジプシー、はい、これはどちらの曲ですか。どちらの曲、あ先生の、先生は滝野英二さん作詞作曲、あそうだね、滝野英二さん、神保明さん編曲、なるほどね、はい、滝野さん今どういう活動されてるんですか。滝野先生は今演歌の加藤和子さん、加藤、なんかね、一緒にいろいろ一押しの、演歌歌手の方がいます、うん、頑張って。でも結構マルシアの歌とかね、そうですね、振り向いて横浜とかも、はいはいはい、そうそうそう、ちょうど私たちがで、その、通ってた彼女がすごくお世話になった先生がその滝野英二さんっていう、そうなんですよね。そうでデビューも同じぐらいだよね、マルシアとはね、マルシアさんの方がちょっと早い、ちょっと早いの、早いです。そうかそうか、はい、そういうね、ことでねちょっとかけてみましたけどもですね、はい、ということで今日はローリーさん、アイさんのね、はい、お二人をお迎えしてますけどもですね、お二人バンドやられてるんでしょ。やってます ね、これに出演されるんだよ ね、 そうですね、このチョコ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 それはチョコチョコたくさん、まず2つぐらいやられてるの、うん、2つ、そうですね、うん、1個がまずが、しょっぱなに、しょっぱなにある。ドンってやらせてもらう、雲がくれっていうね。雲がくれ。ほんまにこう、ギリギリのバンドですね。ギリギリというのはギリギリに危ないバンドで。危ないバンド。やらせていただいて。ヘビメタル。いや、じゃない。まあ、日本のカバー曲です。カバー曲、うん。前回でやらせてもらう。前回で。あともう、その時は愛さんも歌って、ね、愛さんが歌って、まあそこは僕も歌うというか、うパーカッションやって遊んだり、もともとボーカルなんでしょ、全ボーカル、全員歌わせて全員歌うんです、全員ボーカルみたいな感じで面白おかしく作らせてもらったバンドで、うん、へえ、だから僕歌ったり愛ちゃん歌ったり、うん、メンバーのみんなが歌ったり、うん、はい、で、キーボードがちょっとこっちなんで、めちゃくちゃ、どっちやね、ちょっと危ない、ラジオでこっちとかやってますか、ちょっとこっちあっちなんで、わかんないから、ね、まあ、危ない、なるほどね、ね、それともう一個あるでしょ、モサモサさん、ね、そうそうそう、一緒にやってらっしゃる、一緒にやってます、熱海寛一と、それね、私はこのバンド名見て、一人で吹き出したんだけど、なんかあるぞってずっと思ってたの、これは何、いやこれが最初にですね、はい、メンバーでサポートを一緒にやってもらってた、その当時ギターも2人いたんですよ、はいはいはい、ツインギターになってたりして、その人が旅行先で行ってた時のやつがフェイスブックで上がってまして、うん、ほんで白地に赤字でニューアカオって書いてあるとんでもない T シャツを着てたんですよねそしたらそれを見て思わず全員で言ったのが欲しい、そうみんな欲しがるんですよ、欲しい、あの T シャツどこで買うんだと、ニューアカオでしか買えないと、オフィシャルだっていうんで、うんうんうん、そしたらバンド作ってっていうか、まあ、そういうね、もともとやってたバンドがあるんですけど、そこから名前をリニューアルして、うん、ニューアカオだけやったらちょっと怒られそうだったんで、うんうん、どうするっつってね、モサモサさんを熱海寛一にして、あ彼が熱海寛一、熱海寛一で僕らはニューアカオなんです彼がやりたいものをやるバンド、よく昔名前があって後ろにね、うん、違う名前がある、あの状態 で、だから僕らがニューアカオで、彼やるマサヤさんが頭いかえじでございます。いや、わかった。それはどんな感じ？ハードロックそれ。いやそれはですね、そのモサモサさんが、自分がやりたい曲のみをするっていうわがままバンドでございまして、これがまた面白いですよ。でも邦楽ですか？邦楽ですね。邦楽なの？邦楽です。へえ。で好きなやつをひたすら歌ってるのも、皆さんバックやって、そうです。あ、そうなんだね。まあ、楽しい、そういうバンドもね、そう面白いね、出るっていうことでね、うんうん、それでなんか、じゃあこれ朝早く来てますか？行かないとね。そうこれいつ出るかね、出番が。だいたいね、出演者はね1時間前とかって書いてあったんだけど、本当じゃ早く行って、そう見たいよ、見たい。駐車場とかもあるんですか？駐車場あります。あります。本当ですか？はい、じゃあもうね、行っちゃうね。うん、メールはなんか来てました。あ、ね、さっきね、来ましたね。音楽魂に出演されている、うん、網溜さん、石井寛二さん、うん、フェスに出られますので、はい、カラオバンドローリーさん、アイさん、応援したいと思います。はい、皆様会場でお会いしましょう。はい、いのいの。
井上さん、はい、ありがとうございます。井上さんはね、ちょっとね、あのマニアックだよね。俺のさ、見たらさ、リバーサイドマイホームタウンが直方市で流れてるっていうことを言ったらさ、直方市役所まで行って確認してきたんだから。確認しないでよ。本当に流れてましたとか言ってね。本番に来たのね、メールがね、うん、本番にね、メール来てね、うん、ラジオの音源まで来て、ね、すごいよね。あ、今こっちにも来た、毛利さん、花尾さん、としみさん、鈴木さん、お元気ですか。はい、はい、今ラジオ聞いてます。としみさん、ジプシーいいね、はい、頑張って、はい、もうないんだけど売れないから、はい、もうないんだけど、うん、廃盤でね。まあでも新しいのをお互いに作りましょうよ。ああ、作るんですよ、うん、来年ね、作る、来年、お、そうそう、うん、いよいよ、まああのちょっと段取り年内にして、はい、はい、そろそろ作る、もうそれ楽しみで、ね、最後ですね、俺もね、こうですから。いや、そういう、ね、そう言いながらこういう人はね、頑張ると思います。そうそうそう、もうそうそう、歌を聴きたいじゃないかな、皆さん。いや、歌、1曲ぐらい、え、もういいんじゃない、歌、なんか歌うかしら。私の青空、うん、何、青空はないけど今日は、いや、青空じゃないから、ああ、私の青空歌う、みんなで、みんなで、なお分かりやすい、知らないか、若い方は、ああ、ね、どうでしょう、うん、どうかね、微妙でございます。返事に困るって顔が、顔が困る、目が順を、いきますか、じゃあ私の青空、いきますか、輝く青空、日が暮れて、日が暮れて、たどるわ、たどるわ、細い道、狭いながらも楽しい我が家、恋し、恋し、家こそ、家こそ、私の青空。別にこんなにさ、ラジオのスタジオの中で立ち上がる、立ち上がる必要もない。でも一曲でね、上げなきゃいけないからね。そうなんですよ、気持ちをね、うん、だから一曲歌うと声が慣れてくるんです ね、 そうですね。今からっていう時にも終わりますから、ね、いや、もう一曲歌います。歌おうと思います。で、あのアカペラでなんかできませんのか。最近ね、お腹が痛くてね、その辺が、うん、いや、だから、ニューアカは、熱海なんでしたっけ、熱海寛一とニューアカのことです。熱海寛一とニューアカを呼べばいいんです。そうだ。そうっす、今度。いやー、あれは、読んだら偉いことなんですよ。うるさいんですよ。うるさいんですよ。本当に。
もう喋りばっかり。いや逆にぜひ呼んでいただきたいです ね, ね, ね。あ、お店で今度私たちね、うん、あのお世話になるんですよ。11月29日、ね、今月ね、それはね、一応ワンマンで、水曜日かな、29日、越後屋キューピー、そうですね、29日です、29日、ね、11月の29日、バンドで、カノーバンド、はい、ごぼう鈴木さん、はいね、それから渡辺武史さん、はい、それから赤井浩二郎、はい、で加納芳雄と松也俊美、はい、はい、でやらせていただきます、はい、11月29日、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、ね、ということでですね、はい、今日はね、大和、音玉フェス、フェス、ね、音玉、音楽玉師とちょっとあの、はい、似てます、パクりましたパクりました、音玉フェス、これはね、本当にね、あの今回まあ初めてということで、第1回目ね、第1回目ですよ ね, すね、いろいろあると思いますが、はい、まあ、こういうね、長く続くといい、そうです ね, ですね、来年も再来年も続けていけるように ね, ねやっていきます、ね、頑張っていただきたいと思います。ね、ぜひみんなでやっぱり協力し合ってね、うん、まあ、1回目っていうのはすごく大変なことだと思うけども、そう、1回目は勢いでほら、でも結構わーってなるけど、うん、そうですね、2回目、3回目、3回目になるとね、うん、が、ね、楽しみです、ね、そうですね、うん、と継続が大事だから、ね、そう、継続は力のないね、ね、うん、ずっとやりましょうよ、どんどん道ずれてって、道ずれてったら面白いですよねあらーみたいな、どこ行きたいんだろう、どこへ行っちゃった今度は違う場所、あらーみたいなあいろんなとこで、まあでもそれも面白い、でも今回あれでしょ、はい、まあ、山都市の市長さんなんかも、そうですね、なんかね、挨拶に来てくれるっていう連絡をいただいて、あ、いいことですね、ね、巻き込んだという言い方で、巻き込みました ね, ね、それは大事なこと、それは大事なことですよね、うん、やっぱりね、そういうやっぱりなんだろう、さっきもね、向こうで話してたんだけど、自分のお店の繁盛のことを考えるよりもね、その全体が良くなることを考えながら、だん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 みんながね、活性化していくといいなっていうね、うんうん、気がいたしますよね、そうですよね、うん、僕もやっぱり田舎のね、商店街とかやっぱり今良くないじゃないですか、はい、でそういうのでね、盛り上がっだんだん盛り上がっていくとね、いいなとか思いますけどもね、ね、あっという間の1時間でしたけどもですね、松下さんなんか、宣伝は大丈夫ですか、もう宣伝、うん、宣伝はもうね、これのこれ明後日ですか、私も楽しみ、うん、なんかフリマも出したかったな、私も、ね、参加してたんだけど、でもね、これね、フリマがちょっと少なかったんですよ、え、面白いから、ね、なんか普通逆にないと思うんですよ、キッチンカーは多かったね、むちゃくちゃ多くて、フリマがちょこっとっていう不思議なことが、不思議、本当にフリーマーケット、いいよね、うん、なんか持ってきたいなとか思っちゃうよね、ね、もうちょっと早くしていればね、あとちょっと楽しみなのが、今市長さんの話になった時に、はい、鈴木末吉さん、うんうん、ハンダースの、うん、ハンダースの末吉さんが今回総合司会を務めてくれてるんですけど、そうなんですか、そうですね、と市長はどういうやり取りするのかなと思ってこれが楽しみっていうか、まあ、なんか、なんかやらかしそうと思って、めっちゃ面白そうと思って、市長さん新しいからね、うん、そう、あ、なったばっかり、なったばっかり、そうなんですよ、あ、そうなんですか、そうなんだね、うん、でもそれでなんかみんなその一つね、そこに一石を投じるっていうかね、はい、そういう役目をされてね、うん、素晴らしいと思うね、今だってこういうことが大事ですよ、うん、戦争してる場合ね、うん、音楽は大事、本当に、そうですね、うん、ね、そう、いい心が、やっぱみんなで助け合う、そうです、時だからね、争ってる場合じゃないよね、本当そう、うん、そう思うね、テレビ見ると本当暗くなっちゃうね、そう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 、かわいそうで、子供たちが、ね、毎朝暗くなりますね、そう、まあ、どうしようもないもん ね, ね、ですね、僕らはね、歌ってね、元気になって、うん、楽しみです、ね、ガンも吹き飛ばして、そうですよ、そう、ガンになって場合じゃない、吹き飛ばすということで、ね、あっという間の1時間でした、ね、今日のお相手ははい、あ、ゲストの、ゲストローリーさんとアイさんでした、はい、はい、ね、松下俊美と、はい、金尾芳郎でございました、また来週お会いいたしましょう、See you next time。流れる。
すくす行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しいあの人は今はない。